入れ替え作業にあたる機関車入れ替えは、鉄道において停車場や車両基地の構内で、鉄道車両を移動させる作業である。走者という言い方もする。入れ替えという漢字を使うこともあり、また入れ替え、入れ替えのように送り仮名をつけて表記することもある。鉄道総合技術研究所の用語集では、入れ替えとしており、また鉄道に関する技術上の基準を定める省令では、 入れ替えとしている。以下では入れ替えで統一して説明する。鉄道は旅客や貨物を駅間で輸送することを役割としている。この輸送のために車両が直接用いられている時には、この車両のことを特に列車と呼び、輸駅間の本線を走るのは列車に限定されており、駅構内の移動に限定される車両に比べて、保安上高い基準が要求されている。 この列車の本線における運転以外の鉄道車両の移動、つまり駅構内における車両の移動が入れ替えである。車両基地や留置線から出した車両をプラットフォームに据え付けたり、編成を構成するために車両を連結、開放したり、終着駅に到着した車両を車両基地や留置線に送り出したりといった目的で入れ替えが行われる。入れ替えは、 車両が自力で移動する場合もあれば、他の力を借りて移動する場合もある。入れ替えは、基本的には、校内間での車両の移動であるため、通常列車番号はつかない。ただし、本線を平面で横断する、あるいは校内であっても本線に相当する線路を通過するなどで本線を支障する場合には、車両の移動ではなく、列車とみなされ、列車番号が付与される場合がある。 基本的に入れ替えは車両の構内移動であるが、例外的に列車の分割、併合などのために、旅客や貨物を乗せている列車を構内で移動させることがあり、列車の入れ替えとなっている。入れ替えを、その実施場所で分類すると、駅、操車場、車両基地や工場、専用側線といった4種類に分類できる。駅における貨車の入れ替え作業。 入れ替え動力車標識という機関車に向かって、左側に赤色灯を一灯点灯して掲出している。駅での入れ替えは、始発列車のために、車両基地や留置線から出された車両の据え付け、運行を終えた車両の車両基地や留置線への片付け、機関車の付け替え、引き回し、編成の増結や解放、到着番線と出発番線が異なる場合の、 点線作業といった目的で実施される。特殊なものとしては、鉄道連絡線の接続のある駅で、車両構想のために連絡線に車両を積み込み、積み下ろすための入れ替えがある。駅での入れ替えは、本線での列車運行と密接に関わることが多く、通常は本線における列車ダイヤに合わせて、校内作業計画を策定して定時に実施される。駅構内における入れ替えが遅れると、 本線の列車にも遅延をもたらすことがあるため、時刻厳守が求められる。入れ替えを実施することがある駅を入れ替え駅と区別することがある。また本線を支障して行うような入れ替えのことを本線入れ替えと呼ぶ。また一部の対比線のない駅では、ダイヤ乱れの発生時に本線を対比線として活用し入れ替えを行う場合もある。操車場は、 貨物列車などの編成組み替え作業を行う場所で、ここで実施される作業のほぼすべてが入れ替えである。到着した貨物列車を構成している各貨車を行き先方面別に切り離して仕分けし、各貨車の目的地の駅順に並べ替えを行って、再び次の操車場をあるいは目的地の駅へ送り出す貨物列車を編成する。操車場は、 入れ替え作業を集約するために専用に設計された施設であり、その目的を達するために独特な設備を備えて、入れ替え自体もたで実施されるものとは異なる形態のものが多い。工場内での電車の入れ替えの霊車両基地や鉄道工場では、校内での作業などの必要性から車両を移動させることがあり、これも入れ替えの一種である。 列車を本線に送り出したり受け入れたりする時刻は決まっていることが多いが、校内で車両を移動させる時刻はその時の都合に応じて変更されることがあり、特に一定しない。また、工場では検査の途中の車両など、鉄道車両としての体を成していない部品を、牽引して移動させることがある。専用線での入れ替えの冷気から工場などに引き込まれている専用線への貨車の送り込み、 引き出しの作業は列車としてではなく車両の入れ替えの扱いで実施されることがある。こうした入れ替えは列車としての運行に近い性格を持つこともある。また、小規模な貨物船の末端部分においては駅間であっても危険が少ないことなどを理由に入れ替えと同じ基準での運転が行われることがあり、速度制限が設定されたり走車係が誘導を行ったりすることがある。 客車や、貨車などの自力移動できない車両を入れ替えする方法としては、講述するような入れ替え機関車あるいは、入れ替え動車により牽引、推進して行う場合もあれば、人力で押して移動させる場合もある。かつては、馬力を用いた例もあった。また、貨車走車場において、線路の間に、小型のリニアモーターカーの走行装置を取り付けて、貨車を牽引する装置、 油圧式のスクリューブースターを用いて、貨車を加速させる方式、ビンチとロープで台車を走らせて、貨車を加速する方式など、様々なものが工夫された。操車場においては特に、重力式操車場において操車場全体に勾配をつけておいて、その勾配により、車両を移動させるところや、ハンプ式操車場において、ハンプと呼ばれる、 小高い丘の上から貨車を勾配で走らせて移動させるところなどがある。取っ放し入れ替えは、機関車で貨車を推進していき、適当な場所で走行中に貨車を切り離して、機関車だけブレーキをかけて止まることで、貨車をその先の線路に押し込む入れ替え方法である。複数の側線に貨車を仕分ける作業を行う際に、毎回機関車が、側線の中まで貨車を押し込んで戻る作業を繰り返すと、 時間がかかるため、このような方法が取られることがある。ただし、車両の構造や積み荷への影響などから、突っ放し禁止とする車両もある。進路上に入れ替え信号機が設置されていて、現時に従って運転手だけで作業をする。入れ替え信号機がない場合や、列車の分割、併合などの作業を行う場合には、操車担当の要員が入れ替え作業の誘導を行う。 事前に、信号担当と進路の状況や作業状況について確認をした上で、運転士に対して行う作業の内容を入れ替え通告として指示し、その後は操車担当の指示に基づいて運転士が運転を行う。校内における車両運転には、本線における列車運転に法律上求められている動力車操縦者の資格が不要であるため、鉄道事業者が独自に 簡易要請した、校内運転担当者が入れ替えを実施することがある。入れ替えに際しては事前に操者係が運転手と打ち合わせを行い、それに基づいて作業を実施する。作業の際、操者係から運転手に対して直接口頭で指示をしようとしても伝わらないため、旗を用いて合図を行うことがある。これを入れ替え合図と呼ぶ。夜間や地下では10日を用いて、 合図を行う。また設備が設置されている場所で入れ替えを行う。場合には入れ替え合図機のような専用の機械に等価を点灯して指示を送ることもある。より新しい時代になるとトークバックや無線機を使って指示を伝達するようになった。合図を受けた運転士も汽笛を鳴らすか無線で了解を伝達して合図が伝わったことを示す。このか。 奏車係から信号係に番線を指示するために番線合図といったものが用いられる。合図の方法も用いられる。設備の使い方も国や事業者によって大きく異なっている。入れ替え作業に際して奏車係や運転士に前方の分岐器の開通状況を知らせるために入れ替え信号機または入れ替え標識が設置されていることがある。 大胸奥の事業者において形状が共通しており、水平に二等が点灯している時が非開通、斜めに二等が点灯している時が開通を示すことが多い。また下部についている入れ替え信号機識別標識が点灯している時だけ入れ替え信号機として扱われ、入れ替え信号機識別標識が消灯している時は入れ替え標識として扱われる。入れ替え信号機が開通している場合は、 その先の線路に他の車両が在線していないことを保証するが、入れ替え標識の場合は、他の車両の有無に関わらず分岐器の開通を示しているのみである。入れ替え信号機の場合は、運転士が単独で入れ替えを行っても良いが、入れ替え標識の場合には、走者係や運転主任などの誘導が必要となる。また、駅構内での場内信号機に誘導信号機が、 設置されている場合があり、その場内信号機が防護する閉塞区間に列車が停止している場合、その閉塞区間に他の列車が連結するために進入することは、通常なら1閉塞1列車の原則があるため、できないが、誘導信号機が進行の原時をすることにより可能になる。入れ替え機関車の例、エンド製 MP15DC 型貨車移動機の例入れ替え作業に、 使用する機関車のことを特に入れ替え機関車あるいは入れ替え用機関車と呼ぶ。入れ替え機関車は重い車両を牽引推進する必要があることから大きな引っ張り力を要求され、動輪の空転を防ぐために動輪上の重量を大きくして粘着性能を良くする必要がある。このために本線用の機関車に支柱を搭載して軸重を大きくすることがあり、 一方で本線での旅客営業を前提としない場合は客車の暖房のための蒸気発生装置などは不要として撤去されることがあるものの蒸気発生装置本体が支重の代用品になるため使用停止した上で搭載したままにすることもある。駅や車両基地構内の曲線半径の小さな分岐器を頻繁に移動することから軸橋の小さな小回りの利く機関車が適している。 入れ替えに際して高速で走ることはないので軸挙が小さくても走行安定性に問題が出ることはない。入れ替えでの使用は本線での使用より条件が緩いものとみなされて本線での使用に適さなくなった老朽化した機関車が入れ替えに回されることが多い。一方で新しく開発された試作機が試験的に入れ替え仕業に投入されることもある。 また特に操車場での入れ替えなどでは、頻繁に加速、減速を繰り返すために、本線より過酷な条件となる場合があり、中でもブレーキの製リンゴの消耗は激しいものとなる。入れ替え用機関車の中には、無線による遠隔操作の設備が取り付けられ、車上に運転士が乗っていなくても、外部から動かすことができる車両もある。鉄道工場や車両基地の構内など、 本線と関わりのない場所で専用に使用するために、本線用の機関車を手続き上配車として、本線での運転には求められる、高価な保安設備を取り外し、本線用車両では、法的制約のある保守間隔を伸ばして、費用を節約した、校内専用の入れ替え作業機関車にする場合がある。また当初から本線での使用を考えない。 入れ替え専用の入れ替え動車を導入する場合もある。機関車ではなく電車などのその他の種類の車両を利用することもある。貨車移動機程度の小型の入れ替え機関車でも使用が困難な小規模な貨物側線や研修建て屋内での車両の移動は人力や末置きウィンチケインで行われ多くの労力と危険を伴っていたが1950年代頃から このような用途に適した自長1トンから7トン程度の小型の車両牽引車も開発され普及している。大きさや構造、外観が一般の機関車と異なるものが多く、文献で紹介される際も入れ替え機械、牽引車、車両移動機等の表現が用いられ、機関車とは区別して扱われる場合が多い。主なメーカーは日本では日本輸送機、アント工業、 新友エデン機工業等があり、日本国外でもニロック等が知られている。英語圏においては、この種の機材は、レイルカームーバーと称される。日本においては、入れ替え作業をしている時の動力者は、入れ替え動力者標識を掲出することになっている。動力者に向かって、左側に赤色灯を一灯点灯している。ありがとうございます。